ね、はい、立ち上がり本当にこの左サイドロナウドの仕掛け、マイコンのねちょっと対応の悪さもあって、はい、非常にこうマドリードがありましたね。さらにレアルマドリードはディマリアが今得意のこの少し相手を外した動きだったんです。最後はリグアインのポイントですし、はい、柔らかさ、まあ、愛情たっぷりな、ね、ボールですけど、対応がね、フィレットってはこう自分のゴールに向かいながらなので、はい、非常に難しいボールですよね。ハワイはオンゴールというのがありますよね。まあ、現地の金見さんおっしゃってたのは、イグアイン前に行くか、ちょっと迷っていたというところですね。そうですね。で、0-0 で迎えた後半、かつてのユナイテッドのチームメイト同士で今、抱擁です。で、ロナウド11分、切り返しからバルセロンを使ってイグアインへ。これ、これハッタムで、今話しましたけど、はい、その中での、仕掛けプラス、やっぱり人が絡んでね、崩しっていう意味では、一つアイデアを出しましたよね。ただ、この後の踊りはあまりテンポって言いましょうか、テンション上げきれず。で、一方のシティは、トゥレがここで奪って、テベスとスイッチ。この位置のボールダッシュからズレが運んでジェコ、シティ先制です。まあ、これ守備だけ見るとマドリーの守備が中盤で放たれた時にね、はい、もう少しチャレンジするの後ろでもよかったでしょうし、一番最初に浅いグレープがバラードですよね、はい、彼の対応をちょっと見てほしいんですけど、ドリブルで運ばれた時にもう完全にジェコの声を見てないですからね。今後は相手とのね、オランダの消しに行くような守備をしたのは、このラストバスは出なかったな。しかしこれ、ジェイコは本当にコントロールして、エントアップしてからの、その落ち着いたね、ニアイの流し込みでしたね。カシリスは逆に完全に強いですからね。ドイツグループ時代から何を得意にしている、電光石火のインカウンターでシュートを決めました、ジェイコです。レアルマドリードは後半の31分。真ん中で作ってバルセロナが右足に持ち替えてゴールを決めます。これで5点。中村の中に入らない中で、まあ、モドリッチと、はい、それからエジルを入れてね、ちょっと変化をつけたいなっていうね、そういう時間帯でしたよね。ただこのままゴールで勢いに乗っていく。火星とマレーラ行きたかったんだと思うんですが、はい、まあ、シティの方は途中から3バックにフォーメーションを変えて対応していました。そこでこのコラロフ、これで逆転、まあ、最後リードです。でもシャビアモンスは攻めれないんですけど、何かというとやっぱりディアにちょっとね、1人か2人このような動きで、先に入ってくるとシャミアローソンもっと早く対応できたと思うんですけど、はい、ジェコでしたね、今一番ディアね。そうそうでした。ジェコそんなに早く入ってこなかったんで、はい、シャミアローソンとしては自分の前にいる相手もやっぱり対応するんで、まあ、あれが本当にギリギリのタイミングだと思うんですよね。しかしレアルマドリードはこの後、まあ、攻勢をより強めて42分後、ディマリアがここよく粘って、ベンゼマがこのシュート見事。ストライカーらしいね、うん、ボールを手にしてるんでボールのイメージは持ってなきゃいけない。それからこのディマリアの縦パスを叩いた瞬間にファーストタッチで、そうですね、これ完全に逆を取ったコナスタシッチの対応ですよね、はい、これを見て2タッチ目でもシュートコースのボールを置いて、はい、あとはニアリコの話し込みになりますね。そしてもう89分台に入ってるロナウド、ゴールです。何度か見た左サイドで持って右足でちょんと言っても中でひっくり返しての得意の方ですね。結果ね、本当にブラインドになったコンパニーでしたけど、コンパニーの頭を越えてからボール落ちてますからね、あれね。それがゴールに吸い込まれてレアルマドリードは逆転しました。そして選手、日本選手全員が集まってますからね。最初に言ったらマルセロでしたからね。というこのゲーム、スタッツはこんな数字がある。